手玉をセンターのボール1個分、この場合ですと右側に置きます。先玉、まあ1番で1個目なので、センターと同じ高さですね。サイドにまっすぐに対して、この距離はワンポイント。タンクッションのポイントからワンポイントのところ。常に同じ角度なんですけど、これで順番に先玉をサイドに入れつつ、手玉を1個ずつ当てていきます。この場合、使っていいのは先ほど説明したあの穴振りってやつです。はい、穴振りとはそのボール2個分以上あるんです。はい、やっぱこっち側に入れた場合と、こっち側に入れた場合で手玉の割れ方はちょっと変わるんで、それは使っていいです。あともう一個制限したいのは、ひねりを使わない。ひねりを使わない、はい、手玉が横に回ったら分かる。縦だけです。上か下か真ん中か。そうです。まずは1番を入れて2番に当てます。この場合は前に行かせたいんで上をつきますね。で、当たったら次の球。あともう一個ルールが、引っ掛けで当たった場合はなし、直接当てます。で、今押してここに当たったんで、今度はちょっと割りたいんで、上は上ですけど、当たったらまた当たったボールを置いて次4番です。だんだん距離も遠くなってくるんで難しくなってきます。次はほぼスクラッチの球ですね。これはやっぱりスクラッチしたらファールなんですけど、スクラッチしちゃうイメージも大事なので、この辺から当たるのに難しくなってきます。この辺から同点が真ん中より下がってきますね。この辺は引きを強くつくこと、下を強くつくことによって割れてから引けるイメージの方が当たりやすい。いきなり引きが早いとこの10番11番ら辺に来ちゃう。8番9番ら辺は下を強くついて割ってから引くイメージだと当たりやすい。今ちょっと強めでしたね。で、今度はだいぶ手前になってくるんで、ちょっと厚めに狙うのがコツですね。最後は厚めに全部ひねり使わないで当てていくと。なるほど。そうすると全部のポイントに直接手玉をこう向かわせることができるんで、上級者だったら時間はかかっても全部当てられるはずなんで、やっぱひねりとかを使うとやっぱ正しい割れ方じゃないんで、やっぱ最初はひねらない分離を覚えた方がいいと思います。なるほど、結構練習になりますね。はい、これは上級者でも難しいと思います、はい、ただできるはずなんで、手玉の分離角度のイメージすごいいいトレーニングになると思います、はいはい、ありがとうございます、はい、だいぶ練習になりました、はい、今日でだいぶ上手くなったんじゃないですか。